どうも山田です。今回は複層積分の演習問題としてこの問題を紹介いたします。fz が z-z0 の2乗分の z の時に周回積分の fzz がを求めなさいと。ただし c は fz を正の向きに回る平曲線とします。これはどのように解けばよいでしょうか。この問題を解説する前に、はじめに前提条件というかポイントとしてまとめておきましょう。 fz が平曲線 c の内部に特異点 z1 から zn なる n 個の特異点を持つとします。これを持ち、それ以外では正則のことを考えますね。正則の時 fz の周回積分はこのように書くことができます。 2πi かけるシグマの k イコール1から n までの、レジデュー z イコール zk fzというふうに求めることができます。この ZK というのは流数ですね。ある K 番目の流数で K を走らせています。なので流数が今 N 個あるときに、その流数の和でかけるよということですね。なのでこれをこの式だけだと多分分かりづらいと思うので、意味を理解していただくとちょっと分かりやすいかなと思います。その意味はここに書いてある通り、 FZ の周回積分はその、周回積分の中に含まれている流数の和かける 2πi として求めることができます。さて問題なのがこの流数を求めるところですね。流数の求め方は、他にもいろいろ求め方はあるかもしれませんが、おそらく3種類の方法があるんじゃないかなと思っております。それは1つ目公式を使うバージョン、2つ目ローラン展開を用いる形、3つ目に部分分数展開ですね。この3つのやり方が考えられると思います。主に僕が紹介するのはこの公式でやる形と、このローラン展開のこっちの方法2で、やっとくことが多いので、その説明をしていきますね。詳しくまず公式1では、単に、このレジデュー FZ、 これ書き方ちょっと上と下とちょっと違いますけど、これは z イコール z0 を代入した時の値ですね、と一緒だと思ってください。なので z0 の流数レジデュー、流数のことレジデューっていうんで res があるんですけど、その流数はこれ左から読むといいんですけど、この fz に対してまず fz が何なのかっていうのをちょっと説明しないといけなかったんですけど、 fz が z イコール z0 で特異点を持ち、それが me の極の時を考えます。つまりは分母に z-z0 の m 乗かける、とある関数が来ている形ですね。この時に、ME の極なので、分母の複素数が0を取ってしまう時のことを、極と言ったりしますが、今その ME の極なので、その ME の極の時にその M を M 乗した形をかけます。そして分母を相殺するんですね。分母を相殺した後に、その後にその m かかっている分の、マイナス1回だけ、これマイナス1が抜けてますけど、マイナス1回だけ微分します。なんでマイナス1回なのかもちょっと後でやりながら説明していきますが、マイナス1回だけ、微分して、その微分した係数がちょっと邪魔なのでそれを割ってあげます。そして最後に流数を代入しますという形です。なのでまずこいつをかけて微分して、その流数というか、特異点の値を代入するよという流れをしっかりと押さえていただければ、おそらくこれは、自然と暗記できるような形になっていると思います。なのでまずは特異点を消した後に、マイナス1乗の z マイナス z0 のこのアルファマイナス1のところを探したいので、ここの部分が流数なので、ここ番目を見つけるために m-1回微分します。これ m-1回ですが、ちょっと後で直します。その後に流数を代入してあげますよという形ですね。なので微分した後に代入ですね。代入してから微分じゃないですね。ちょっとそこだけ注意が必要です。はい、これが公式の一つ目です。で、その流れをここに下に書いてありますので、ちょっと一時停止を見てちょっと確認していただけたらなと思います。これを言葉にしただけですね。そして二つ目の求め方はローラン展開ですが、ローラン展開はその N 番目の、展開の係数というのはこのように求めることができたので、これを用いてあげるか、2つ目の方は、正則な方の、
関数をテイラー展開してあげまして、正則じゃない方を分配するという方法ですね。これも、出てきたときに紹介いたします。なんか多分これはあんまり出てこない気がしますが、ちょっと出てきたときに紹介します。そして3番目に部分分数展開と部分数分解という方法で求めていきます。最初はさっきの問題はこの1と3を使ってやるので、実際に問題を見ながら解説していきたいなと思います。はい、ではこの問題の解法に移っていきます。はい、方法1個目は公式の利用ですね。公式を利用しますと、公式はこんな形でした。この fz にそのと、その m の極分だけかけて、m-1 回だけ微分しまして代入すると。で、最後に代入するよと。この部分で、テイラー展開の、なんか想像できるような形になっていますね。これよりレジ z を求めたいんですが、今の fz はこれですね。これは今は、どこで特異点を持って何位の極かをちょっと把握する必要があるんですが、これは z イコール z0 で特異点ですね。で、また2乗であるので2位の極と言います。なので、この2をかけましょう。同じ分母分だけかけるんですね。分母分だけかけまして、約分できます。約分した後に1回微分ですね。これ m の極、今2の極なので2-1で1回微分ですよということですね。1回微分した後に、その特異点を代入しましょうという感じです。で、これを約分しますと、z だけ残るので、1回微分すると1ですね。なので、1に z イコール0代入したとしても、この形なので1ですよということが分かります。なので、レジデューは、流数は1だということが分かります。では、その周回積分 fz というのはどのように求まったかと言いますと、2πi かける、流数の和という形だったので、今流数の和が、流数が1個しかないんですが、流数が1ですよということなので、答えは 2πi かける流数の和、つまりは 2πi ということが分かります。これが1なので、簡単に 2πi だよということが分かりました。では、ちょっと余談として方法2の方を紹介しますが、方法2の方は部分分数分解をした時の、z-z0 分の α-1というところの α-1 を求めていきます。この流数というものの定義は、ある複素数、複素関数を、ローラン展開といいまして、分母を含むような形ですね。分数を含むような展開ですね。N 番目の、N-1 番目のいろいろな形で展開できるんですね。普段のテイラー展開の場合は、X の0乗からスタートして、X の1乗、2乗というふうになっていきますが、その時の Z のマイナス1乗ですね、いわゆる Z のマイナス1乗。つまりは Z をマイナス、分母に、Z が分母に来る形ですね。Z 分の1が分母に来る形の、ここの係数のことを、α-1 と表現してるんですが、それにプラスして、α1 の、z-z0 みたく続いているんですが、ここのローラン展開した時のマイナス1乗の係数を求めていきます。つまりは、今与えられたこれを部分分数分解しまして、その時の z-z0 のなんとか乗と出てくるこいつを見つけるということですね。つまりは、fz を部分分数分解したら、おそらくこうなるんですが、この2乗の項と1乗の項に分かれるはずですね。なので、この時の a と b を求めます。そして、この a と b を求めるときは、普通だったら、通分しまして、この z のところに、a のところには普通で、b のところに分母に足りない z-z0 をかけまして、あとは展開して係数を合わせるという形が普通なんですが、もうちょっと簡単に表すことができまして、これ fz に対してこの分母をかけるんですね。この分母分だけかけます。分母分だけかけて、その後にこいつのもう片方のっていうか、かけたやつの中身が0になるように、つまりは z イコール0に、何ですかね、z-z0 が0になるような値を代入します。今で言うと z イコール z0 ですね、を代入しますよと。すると、これ右辺の方はどうなるかと言いますと、こいつに対して z-z0 の2乗をかけたので、ここは約分されますね。で、右辺の方だけ見ると、こいつをかけたので、これ約分されて a が残ってまして、これ1回約分して1個残ってますので、これが1個残ってますね。で、この状態で z イコール z0 を代入しますと、 b が消えるんですね。で、a だけ残るんですよ。
で、こっちは分子だけ残って、Z=Z0 だにすると、まあ、Z0 と分かりますよと。なので A が Z0 というふうに分かります。では、B をどうやって求めるかと言いますと、一回微分してあげるんですね。この同じように分母を相殺する形で、かけてあげまして、一回微分しますと、右辺の方は、先ほどと同じように一回かけたらこの形になって、微分するのでこの定数が消えるんですね。いい感じに。そして、こいつ微分しますと B だけ残るので、右辺は B だけ残りますよと。そして、こいつ一回、分母と分子で約分されて、一度微分するので、ここは1が残って、最終的に B イコール1ということが分かりました。まあ、つまりは、部分分数分解の結果、A が Z0、B が1ということが分かったので、まあ、このように部分分数分解できますよということですね。はい。そして、今、Z のマイナス1乗の係数、これですね。ここが流数になっています。なので、流数は1ですよっていうところから、先ほどと同様に、まあ、1と同じ、まあ、結果が出たので、2πi というふうに求めることができました。まあ、こんなふうにして部分分数分解でも解くことができますよという感じです。はい。いかがだったでしょうか。まあ、今後はその複素積分については、この公式を主に使って解説していこうと思っております。はい。まあ、この問題は以上になります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。また最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。ではまた。